お疲れ様さまです。今日はこちら白雪ディガーやっていきます。やっていくんですが、なんとね、進化とゴブリンシュタインがついに加砲されました。はい、緊急加砲されてましたってことで、今日はねそちら紹介していきます。まあ、3つね今回加砲された点があって、まあ、1つは、まあ、このスキルの継続時間ですね。はい、これ5秒だったんですけど、これが4秒になりました。今までトータルで与えられるダメージがまあ下がったってところで、まあ、ライドラとか今まで処理できたと思うんですけど、多分できないんじゃないかな。いや、わかんない。はい、適当なこと言ってます。できるかもしんないし、できないかもしんないちょっとやりながらね、はい、そこは試せたらなと思います。まあ、結構でかいんじゃない。そして2つ目はタワーに対してだけスキルのダメージが下がりました。 36% ぐらいかな。タワーへのみですね。はい、ユニットへのは変わんないんですけど、タワーにだけこのスキルでねちょっと削りにくくなった。まあ、言うても削れますけど200ぐらい、今までほんと4、500ぐらいいってたんで、まあ、それが変わったよと。で、そして3つ目は1回スキル使って2回目ね、スキル使うまでのクールタイム時間が、まあ、2秒かな。はい、遅くなりました。今まではなんか防衛で、はい、ビリビリして攻めでも、はい、ビリビリして、なんなら3回目いけるんじゃねえか、ビリビリしようかなみたいなね感じではあったんですが、基本的に1回しか使えないと思ってもいいかもね。まあ防衛で使って、まあ、ワンチャン2回目使えるかどうかぐらいね。使った瞬間にやられて2コス無駄になるとかもありそうなんで、まあその辺はどうだろうっていうところで、まあデカめの、はいデカめの加砲が来ました。なので、まあ、このゴブリンシュタイン環境も変わってくれるといいんですが、いいんですが、正直なところを言うとめっちゃ強いです。まだわかんないぐらい、本当になんか加砲されたっていうぐらい強いなって思ってます。なんか動画撮る前、クララワールドカップみたいなその大会をやってて、まあ、その大会、あ、なんか微妙な感じでした。大会やってて、その大会中に知ったんでね、まあ、知らなかった、なんなら、調整されたこと、加砲されたよーって、はい、教えてもらって、本当にどこがっつって思いながら、加砲されたらしいです。これね、ムート残ったら幸せなんだよな。ってことは、これは幸せということ。延命しちゃう。いや、ナム使ったしね。延命しちゃう。わー、熱ー。やりごぶじゃないタゲ、さすがに。どういうタゲちょっと待って。一体何をどうやったらその変なタゲなんだ。右のターン300しかねえや、俺。まあ、でも、一応相手のターンも削れてるんで、まあまあまあ。まあまあまあ許せるか。なんかほんと最近さ、ブラスターもめっちゃ加砲されたけどまだ強いし、で新カードも加砲されたけどまだまだほんと強いと思うんですよ。もしかしたらめっちゃ弱くなってんのか。そんなことはないんだよな。このさ、単純に博士の、まあ、ビリビリのスキルっていうのか、能力ですら強いし、まあ、あとはあれだね、怪物の HP がさ高すぎる。怪物をだからさ、加砲してもいいと思うんですよね。もう一回するならね。そう、通常のなんか、ステータスが高すぎる気はしてます。怪物くんのね。よし、なんか気づいたら勝てそうだな。っていう。よし、そう、この、緑のね。怪物くんの HP がだいぶ高いんで、まあ、怪物の HP 加砲、一番安泰かな。そんなね、こいつだけでダメージがものすごい出るとかではない。スキルも弱くなって、博士もまあ博士単品で見るとみたいな、ちょうどいいぐらい。結構落ち着くかもね、もしかしたらね。まだまだ使われそうな気もしますが、ほんと先週とかね昨日おとといまで比べるとまだマシなのかな。まだマシぐらいですね。さあ、ディガーとダガーってことはもうメガナイトのもじゃもじゃですよ。もじゃもじゃ戦いづらいよね。ブラスターなんで。ヤナメ使ったら怖いな。ひとまず耐えますか。多分メガナイト枯渇チックな。わお、白撃ほや。いや、同じやつのさ、白撃パターンある。
全然命しない男です。ビリビリー、ビビちった。まあ言うてね、おお、もうちょっと残ってくれたら幸せではとか。さあ一旦耐えるか。ほぼミラー対決みたいな。タワーの差、まあ1倍タイムは俺の方がきついかもだけど、2倍タイムになれば逆にダガーがねお眠りになって俺の方が有利になりそうな気もしてます。隠居します。ちょっと痛えのかな。いや、ムートがね、鍵を握ると思うんですけど、これ延命できたら勝ちじゃない？そんなことないかな。相手もさ、ゴブリンシュタインいんのかな？え、美味しすぎん？これ。ハイボナ。やばい。やばい、ムートも壊れて。やばい、遅刻してる。やばい、これ。やばい、うずい、やばい。うずい。笑えない。その武井さん、バカすぎる。危ない、生きて帰りたいです僕。でもなんかノックオフしてる。ちょマジでやめて。ちょんぶんが流れが、ハイボ、いい話聞いたな。ハイボってことはコウモリギャングきついね。よしよし、このコウモリもったいないかな。私今冷静なの。ハイボってことは、いや俺のが有利だな多分今ね。相手はペース握って、はい俺の流れが来てますってなってると思うんですよ。そこを冷静にねさばいて勝つ。そう今からね、タゲなんだよね、勘弁してや。ファイブ使ってる。ファイブウッドなんだ。ファイブウッドだった。先言ってよじゃん。やばい、怖いよ。ファイブとちょっと嫌だな。まあ最悪右だっていいな。待って、ミスってる絶対に。何これ、なんか残ればめっちゃ熱そうだったな。ふふふふ、普通に普通に負けた。なんかね。え、俺のムートは全然見てもらえない。あー、ハイボールティーちょっといいな。まあはい。まだフランケンはそんな悪くなかった気がするんですよ。そんな悪くなかった。うん、なんかあんま分かんねえな。ちょっと良くなったのかなぐらいな感覚ではいるんですけど、だからもっとやればもっと分かんのかもしれないけど、なんかあんま使ってなかった人とかは気づかないんじゃないかなって。クロスかな、これ壊しといた方がいいっすよ。まあクロスは一生防白したいっすね。
守って、わー、拾うんだね。わー、うまいね。あ、チク。でかい、もう一発。最悪ゴブリンシュタインでも耐えれんのか。ムートで耐えつつ、ゴブリンシュタインで耐えるみたいな。いや、アーチャーいいな、それ。いや、でも。鉄壁ではある。鉄壁ではあるよね。うざそうなやりごみしとこう。いやー、美味しいね。からの、ここはね、ビビっちゃってもいいね。負け筋をね、減らしていこう。いや、全然いいよ。迫撃砲はね、こもるデッキですから。こもれるやつがうまいね。よし。斜め打っちゃうとちょっと怖いけど。進化テスラ、進化アーチャーかな。進化テスラなのかもわかんねえな。テスラも解放されたもんな。最近大砲が強すぎて。見ないな、テスラ全然。あー、なるほど。めんどくさいね。本当にお互いやることこんなんだから。することなさすぎ問題ね。いや、いい。俺はディガーで削れるかな。それ意味なくね。意味あったわ。やべ。ジッコル。ギャングまで行っちゃいたい。カナのディガーまで行っちゃいたい。で、ウッドが回る。悲しみ。はみ出ろ。よし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 、でけえ。モンスターやるやん。で、負け筋は、クロスが入ることぐらいか。勘弁して、でも。いや、この辺もちょっと熱いよな。このヤナメもいらなそうだな。まあでも迫撃は残ってるんで、相手もね、攻めクロス置きにくいんでっていう話ね。いや、めっちゃいいギャング。どうせウッドで散るんだからね、なんだっていい。これ端面行くだけで強い。ふふふ。いや、これだけで強いのやばいな。いや、でもタワーにあんま届かせてくんないね。うまいな相手。まあでもそこで一回持ってくんのやばいな。ワンチャンの勝ち筋を見出そうとしてない相手ね。マジワンチャンを生もうとしてんな。怖すぎん。いやー、よく耐えたね。で、捕獲して。こんにちは。いや、これスキルでさ、ちょっかいかけれたらさ、うわー、すげえな。いいね。ハイボットでは飛んじゃうけどね、ハイボザップとかそういうのは耐えれるんで、相手にね、コストを使わせられる、呪文を使わせられる、何なら使っても意味ないから、なんか柳雨とか打ってくれたらラッキーみたいなね。結局ね。結局新カードあんま分かんなかったな、今の試合だと。もっとスキル使える試合だとあれだけど、今のとこね、そんな大きな差ない。でも対戦相手に新カードが来てないの。
今んとこね。来るかな。相手にしててもわかるかもね。自分が使っててもそうだけど、対戦相手のゴブリンシュタインをどうさばくかとかで、今までだったらああだったこうだったかありそう。うん、相手の敵なんだこれ、わかんねえな。珍しくね、ロイジャイとか。わあ、ポンピオバルニ。いやこれさ、これだけで削れるっていう話なんですよね、一旦。いやこれマジ、バケモンがさ、単純に強いよな、これ。まあ、1600回。でも今までで考えてたら、普通にスキルのダメージで、まあもうプラス2、300あったのかもしんない。まあ2、300もないな。プラス150ぐらいは入ってたかもね。まあでもそんぐらいだもんね。それ以外に今の状況で言うと何一つ変わってないんで。ポンペイオバルーンさん、おー、デリバリー珍しい。本当に別にいいけどさ、そのデリバリーもそれも抑えてさ、止まんなくない？でもモンスターこれやばい。相手のモンスター強すぎるかもしんない。お前スキルやめて。ふふふ。ムート残れ。いや、ムートも結局壊れんだな。ふふ。いや、強っ！相手のモンスターでより強さを感じたわ。マジかよ。今の、だって普通にタワー折れていいぐらいのね、あれだったんだよな。俺の中では。めっちゃ綺麗に飛んちゃったよ。まあゴブリンシュタイン出すか。これできつくない？ふふ、相手俺がきついな。だからこれモンスター強いの。あー、やばい。それ壊れろ。入りすぎたの。おば、なんかケアしとけよかった。これ結構入らん？このディガーも拾われてんのか。スキル来る。飛べ、ぶっ飛ばせ。いい。怪物だけになったら、おい、ナイス。いやでもあれ、やりゴムとか、だからコウモリとかなんか出しにくかったね。ちょっと変わったバルーンデッキ。いや、全然強かったな。全然対戦相手のゴブリンシュタイン強いんだけど。そういうこと ?3 つも加砲されてまだ強いのもすごいよな。こいつどんだけ強かったんって話なんだよな。まあもう一回カホ来るか分かんないけど、まあ進化機器を回しちゃってもよかったけどね。別に回さなくてもよかった。怪物頑張れ。君の HP やね、無限大。いやーこれ位置が悪いか。まあ、柳雨でも飛びそう。多分、ライドラ型のペックラムかな。で、ライドラもなんか、そういえば、忘れてたんですけど、なんか変更、とか調整とかじゃないけど、なんかバグ修正が、どうやらって書いてたな。なんか感電しなかったバグがあったらしくて。かわいそうすぎん？弱すぎるやろ、それ。なんか、それが治りましたって。1割ました。うん。まあ、ペックラムのレイジね。これ迫撃砲危ないな。進化ペッカで受けられてのなんかいかついカウンターがさ怖すぎる。ライドラ、俺はライドラが処理できなかったら負けるって感じか。さあこれでライドラが来ちゃうんすよね。
それをスキルでやっつけたいけど、これライトニングまで打たれてライドラ来てってなると、なんか怪しいな。ライドニングだったらね。え？テッカに大砲入ることあんの？特殊だね。やばい、これ無限感電や。あ、待って、やばい、それしばける未来あるかな。やばい、やなめ。え、どうしよう、深いすぎる。やなめでしまず。ちなみに、大砲、やばい、ペッカに大砲入ってんの、ちょ勘弁してほしい。ちょ、やなめレイジも勘弁してほしいな。ちょ、やばい、でゴーストか。これうわ、深い深いすぎる、こいつ。遅延降りです。じゃあ皆さんに、クラッシュロワイルっていう神ゲーのね、悪い部分も見せれたらなという。普段楽しい楽しい言ってるんでね、その楽しいんですよ、本当に楽しい。1試合3分とかでできて、車の移動とかね、電車の暇な時とかできると思うんですけど、そう、楽しいんですよね。楽しいんだけど、マジでクソつまんねえ時もあるっす。はい。クソか。マジでこいつ覚えとこう。マーチンね。はい。俺のもうね、脳内記憶。気持ちよくなってんの、進化ペッカと進化ペッカとぶっ壊れラムで気持ちよくなってるっす、こいつ。はい、本当にシーズン終盤絶対当たんねえかんな、俺と。うわー、こういうこともねよくありますまあ知っていってもらえたらねいいかなと思いますよね。はい、まあ本当に、こんなボックス、ちょまっ、おお、麦よちょ待って待って待って、人間、違う人間じゃないやつ来た。さっきのやつは、まあ、普通に人間じゃないやつで、今回のやつはまあなんかうますぎる方のね、そう、素敵な方の人間じゃないやつね。よしよしよし、まずは麦タン退治から行こう。バルキリ、なんだこれ、あ、変なデッキ使ってんな、あんま見ねえな。なんだこれ、なんだこれ、あー、呪いか、呪いザップオシャンティデッキみたいな話か。うわ、これ低めやりゴブとか出すと多分呪いが来て粉々にされちゃうっていう感じですね。トルネとかはないと思うんだよな。進化ザップまだ使ってんのか。はいはいはい、絶対動画撮ってんだろ、麦も。これ危ない。本当に呪いとか出すと、いかれます。このね。はいはい。ポイズンからのみたいな、綺麗な武器やだな。やめて。バルキリーからの、さあどうすんの、あちゃくい。あちゃくいなんですよね。あー、シンクサップね。いや、まあまあまあ。ちょっとさっきのバケモンの払いですよね。麦に。やばい。
やばい。え、危ねえ。やばい。あ、俺のエリクサーないの、こいつ知ってやがる。今のディガー分ね。いや、なんか、勘弁してよ。今、怒ってんだ、こっちは。さっきの。ちょ、待って、ゴブリンの呪いとザップしかないもんな、でも。いや、そうなんだよ。頑張れ、俺。勝てるぞ。え、ポイズンないよな。え、マジであるよ。いやー、なんで。いいアーチャークイーンや。タイミングも、なんか、うまいね。そっち？え、これさ、呪いで全部ゴブリンになるみたいな、呪いもないみたいな話ある。ワンチャンにそうだよ。いや、呪い隠してると思うんだよな。ラットさんは多分気づいてないと思うので、ゴブリンの呪いをまだ隠します。うんうん、ねえのかな。うん、いや、隠してると思うんだよな、絶対に。よしよし、めっちゃいい、これビリビリで。あっち食いとけろ。めっちゃいい。ムード入ってる。あっつすぎるだろ、新カード。おい、今の2個ってね、あっち食い処理ね。よし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 、ありがとう、言っとこう。こいつも優しいかんな。ラツさんはチェアおりされてかわいそうなのでっつってね。はい、わー、なんか、え、呪いあったんかな。あー、ありましたね。あったけど、ちょっとタイミングをね、見計らってねっていうね、まあ、デッキ知ってるからこその立ち回りもありますが、ゴブリンシュタインがぶっ壊れでした。まだまだ意味わかんないぐらい強いやんこいつ。着衣処理もあんな簡単だしな。やめて、今日はデリバリーがちょっと多いな。この人もさ、あの、変なバルーンだと思うっすよ。ちなみに。変なって言ったらあれだな。わぁ、嫌だな。なんか、すっごい、なんか、洒落てるな、デッキ。左に出してよかった、それなら。おー、雪玉ね。ちょっと厄介。雪玉デリバリートリトン。ゴブリンの檻。なんか守り重視なバルーンデッキなんだね。いや、俺は無理に攻めたくないな、正直。迫撃砲で攻めたいけど、なんか攻めてもバルーンが止まんないみたいな。新カードバルーンやばいな。からの3コスディガーの雪玉追加ね。一旦誘導あるんで、進化コウモリとルート強制とかあんの。やばい。あ、でも、いや、あの、スキルが、俺のスキルが、スキルが、俺らのスキルを返せよ。いや、あんな。全然あるね。狭くしたい。新カードも始め行きたい。それやばいな。マジだ。え、熱い、それ。おい、やばすぎだろ。
いや今のリが一個も拾えないけどな。え、なんかさっきもあったな、こんなバルーン。ちょっと流行ってんのかね。新しいね、新カード入りね。結局ね、加工されたけど、加工された後に新カード入りの新しいデッキ増えてきたわ。どういうこと？というわけで今日はね、加工されたゴブシュ作ったんですけど、まあまだまだ強かったな。まだまだ強いし、まあいろんな人間がいます。はい、まあ今後もね、クラロワね、楽しんでいきましょう。ではおしつまたに。